か。支配人の部屋にあったのと同じだな。よし、じゃあ宣伝の仕事始めるか。激蔵くんの参上だ。よし、変身完了だ。あとは来てくれたお客さんに激蔵くんでアピールすればいいんだな。さて、誰が来てくれるか。不審な声、もしかして侵入者。ん？なんだ？なんだ今の。よく見えないぞ。うわっ！パオンとか変な声が聞こえた。もしかしてこれの声？というかこれは何？劇場くんのからくり像？お客さんじゃないようだな。となるともしかして、この望月あさみの目を盗んで像を置くなんてなかなかやる。望月あさみ、そうか、この子が4人目の花組隊員か。こんなところに謎のボタンが。ん？ボタン？そんなものがついているのか。里の掟42条、謎を謎のまま捨ておくな。お、掟？押すのか。ちょっと待て。ポチッとな。宣伝だ。大帝国劇場をよろしくね。宣伝？宣伝だよ。関係者に宣伝しても意味はないんだけど。うん、わかった。これはただのからくり像なら問題ない。バレずに済んだか。だけどなんだかいろいろと変な子だったな。来たか、清十郎。相談ってなんだ？舞台修理の目算でも立ったのか？そんなところだ。舞台を全部直すのに1日という感じだが、それでいいか？1日？そんな短時間で可能なのか？
ざっと見たところ問題点の洗い出しに3時間、修理6時間、予備3時間というところだ。うちのメカニックは優秀なんだな。わかった、それで進めてくれ。ああ、それと舞台のあらすじでも見せてくれれば新しい大道具や仕掛けの提案もできるぜ。最初は人目を驚かせるセットで客の目を引きつけるのが手っ取り早いからな。それは助かるが。変な発明品じゃないだろうな。兵学校の時から悪ノリが多かったからな。おいおい、そりゃねえだろ。みんな楽しんでたじゃねえか、お前も。確かに、こいつがこういう顔をするときはいつも驚くような発明を見せてくれた。今回も任せてみれば面白いことをやってくれるのかもしれないな。で、具体的にはどうするつもりなんだ？俺が開発した高精度量子投影機、こいつを仕込む。もともとは仮想戦闘訓練装置として作ったんだが不採用になってな。戦闘訓練装置って物騒なものじゃないだろうな。安心しろ、あくまで映像を舞台に投影するだけの装置だ。ただその映像効果は興奮待ったなしを保証するぜ。シャンゼリゼ通りだろうがニューヨークの摩天楼だろうが思いのままに舞台に再現してみせる。すごいな、それが本当ならすごい舞台ができそうだ。作業には明日から取り掛かる。まあ期待しておいてくれ。誰だ？あ、君は、アザミ君？私の名前を知っている。何者？うん、何者でもいい。名前を知られたからにはただでは置かない。里の掟62条、秘密を知る者生かしてはおけぬ。覚悟召されよ。待て待て待て、俺は君の隊長だ。隊長？君は帝国歌劇団花組の一人、望月あざみくんだろ。俺は神山清十郎、先日から花組の隊長を任されている。神崎司令から聞いている。隊長に会うためこの部屋で待っていた。その割にいきなり物騒だった。そうか、あなたが神山清十郎、新しい隊長か。改めてご挨拶つかまつる。望月流忍者、望月あざみ、これよりあなたの配下となる。ああ、よろしく。承知した。では、ごめん。どこへ消えたんだ、一体。しかし、忍者だって？アサミ、おかえり。ただいま。今さっき戻ってきた。ん？さくらたちの部屋の方からだな。何があったんだろう。変わった格好の子ね。もしかしてメイドさんかしら。
メイドじゃない、忍者。それに望月あざみという名前がある。そう、ごめんなさい。私はアナスタシア・パルマよ。よろしく。そうだ、アザミ、他にも新しい人がいるの、紹介するね。俺のことかな。さっき挨拶させてもらったよ。隊長、引き続き見回りをしている。さっきの隊長以外に不審者はいなかった。人聞きの悪いことを言わないでくれ。とはいえご苦労様。もう切り上げて休んだらどうだ。問題ない、大丈夫。忍者アザミ、悪の魔の手から帝劇を守る。忍者興味深いわね。詳しい話を聞いてみたいところだけど。そうですね、今日はもう夜も遅いですし、明日にしましょう。アザミは見回りを続ける。何かあったら連絡を。忍者消えた。本当に忍者みたいだ。すごい子が花組にはいるんだな。勝負。
まずまずですね。私が親ですね。まずまずですね。いい手です。負けません、負けませんよ。まだまだですね。なんて。それじゃ、また遊びましょうね。
あれは…お願いします、アナスタシアさん。私を弟子にしてください。お断りよ。いきなりやってきて何を言い出すかと思えば、少々無礼じゃなくて。すみません。でもどうしても演技を教えてほしかったんです。あの、どうしてもダメなんですか？ええ、ダメなものはダメ。私は先生になるつもりはないの。二人とも話は聞いたよ。そうだな。いくらならやってくれるんだい？そう、私は金さえ出せば言うことを聞く女だ。そう思っているのね、キャプテンは。ひどいですよ、神山さん。アナスタシアさんに対して私以上に失礼です。そうだよな、俺が悪かったよ。とにかく弟子入りはお断りよ。いくら頼まれても答えは変わらないわ。取り付く島もないとはこのことですね。you
ん？何の声だ？さくら、早すぎよ。そこはもっと抑えめに。はい、先生。これは、もしかして。大したことないよ。大丈夫。朝からみんな揃って舞台の練習会？ああ、アナスタシアにお願いして私たちの演技を見てもらってたんだ。今だけよ。私はコーチじゃないから。それでも助かるよ。ありがとう。本当のことを言うと、早く本番の練習を始めたいですよね。アナスタシアが来たのに、まだ演目も決まってない。あまり時間もないからちょっと焦るわね。分かってる。だから次回公演の演目を今日決めよう。決めましょう。主役はアナスタシアさんでいいんですよね。もちろんそうだな。アナスタシアのお披露目公演でもあるからね。わかってる。しっかり務めさせてもらうわ。アナスタシアさんと一緒の舞台に立てるなんて楽しみすぎます。アナスタシアさんの魅力を最大限に伝えられる演目が必要ですね。それに客の心をグッと掴むやつだ。そういう演目じゃないとやる意味がね。いろいろと考えはあるようだが、まずはみんなの意見を聞いてみようか。